ジャニージャニー、それスノーマンにやらせてくださいの放送枠が正式発表されました。さらにマテムリの公開収録のレポートと東京ガールズコレクションの現地レポートも紹介します。はい、まずは3月10日金曜日放送の TBS A スタジオに目黒くんが出演しますが、ストーンズのジェシーくん、そしてドラマサイレントのプロデューサー村瀬健さん、目黒くんの中学時代の恩師が VTR 出演すると新たに判明しました。加えて先日お伝えした通り、目黒くんとジャニーズで同期の原吉高くんも VTR 出演するので、計4名が目黒くんのことを語るようです。タオリンゴさん、シュガーマムさん、情報提供ありがとうございました。はい、続きまして、3月11日土曜日放送の TBS 王様のブランチに目黒くんと今田美桜さんがスタジオ生出演すると発表されました。おそらく午前中の出演だと思います。目黒くんとなにわ男子の大西流星くんが王様のブランチのロケをしているところが目撃されていましたが、その放送は今のところ告知されていません。はい、続きまして、3月11日土曜日放送の BS テレ東ファッション通信でラウールくんが取り上げられます。2023-24 年秋冬フォーカスオンメンズパート2という放送テーマで、注目ブランドが一挙登場、 J-HOPE やラウールなど話題のセレブもと告知されています。はい、続きまして、3月11日土曜日放送の NHK 総合 VENUE101 にスノーマンが生出演し、タペストリーを披露すると発表されました。この日スタジオでスノーマンと生共演するのは、なにわ男子と K-POP ガールズグループケプラーです。はい、続きまして、3月12日日曜日放送の日テレ週1で東京ガールズコレクションの裏側の様子が放送されます。ラウールくんも映る可能性があります。カトゥーンの中丸くんがブログで、TGC の裏側の様子は次回の週1で放送します。後輩とも交流しました。と告知していました。はい、続きまして、3月12日日曜日から映画私の幸せな結婚公開記念特番の放送が開始します。スタジオに映画のキャストが集結し、撮影秘話などを話します。放送内容は2種類あります。各局放送日時が異なりますので、映画公式サイトでご確認ください。当チャンネルで週2回更新している出演情報の動画でも近くなったらお知らせしますね。はい、続きまして、3月13日月曜日放送の TBS アイアム冒険少年で、目黒くんと向井くんが2人でロケに行った様子が放送されます。2人が学ランを着て高校に潜入し、女子高生と合唱団を結成します。向井くんはまたバンジージャンプに挑戦させられます。はい、続きまして、3月18日土曜日放送のフジテレビミュージックフェアにスノーマンが出演すると発表されました。歌唱曲は未発表です。ミュージックフェアは生放送ではなく収録です。3月7日火曜日に放送された目覚ましテレビで、カルベさんがミュージックフェアの収録の時、目黒くんのことをメメと連呼してメンバーから大受けだったと言っていました。楽しみですね。はい、続きまして、4月5日と4月6日に目黒くんが出演した教場2が2夜連続再放送されます。教場2は2021年新春に放送されたスペシャルドラマで、目黒くんがメインキャストとして出演しています。4月10日から月9ドラマで風間公親教場0の放送がスタートするため、前作教場2が再放送されるようです。はい、続きまして、3月4日土曜日にラウールくんが出演した東京ガールズコレクションの現地レポートを紹介します。もうすぐ休憩かなって時に突然 R の文字割れるような歓声、あとは記憶が飛ぶぐらい素敵なラウール。アリーナで基本着席だったのに、ラウの時は数少ない男性も総立ち、歓声と悲鳴が聞こえ続けた5分間だった。ラウちゃん出てきた時、会場が下から突き上げるような力強い空気の動きを感じた。うなるような、湧き上がるような、 TGC ファンの人もえぐいえぐいって叫んでた。そうです、ラウールくんがパリに行った時に同行していたファッションクリエイティブディレクター郡司さゆみさんも現地で見学していたようで、すごいステージでした。真の美の表現者になったこと、セルフプロデュース力、プロフェッショナルを巻き込む力、今日この場で目撃者になれて幸せです、とツイートしていました。はい、続きまして、3月4日土曜日にラジオ番組スノーマン佐久間大介の待って無理しんどいの公開収録が行われました。開催場所はおそらく東京都港区浜松町にある文化放送メディアプラスホールで、会場の収録人数は120名程度の着席方式。佐久間くんをかなり至近距離で見れたようです。120人ちょい、こんな少人数のイベント参加したことない。最高列でも8列目でした。震える、5歩歩いたら佐久間さんに触れられるくらいの位置、死ぬかと思ったと、至近距離で佐久間くんを見れたことに対して感動の声が上がっています。客層については、年齢層は小学校低学年から40代くらいで様々、ほとんどがジャニオタって感じだった。男性もいた。そうです、
びっくりするほど目が合うし、ニコニコ手を振ってくれてとんでもない破壊力だった。男性スタッフさんと並んだらさっくんの方が身長高くてときめいた。腕の筋肉バキバキだし、喉仏やばいし、メロかった。終始端の方とか全体に顔向けてた。こっち側の席見づらいよねと気にかけてくれた。スタッフから指示が飛んだ時、仕事モードに入っててめっちゃ好きだった。マテムリスタッフの方々との絡みもとても面白かった。スタッフさんたちと本当に仲良さそうだったそうです。はい、続きまして、4月からゴールデン帯のレギュラー番組に進出するそれスノーマンにやらせてくださいの放送枠が金曜20時から20時54分に決定しました。3月7日火曜日に TBS が開催した4月期番組改編説明会で発表されました。編成部企画統括の福田健太郎さんは、非常に期待しております、ワクワクした気持ちです、22時台で放送した時に大変好評をいただき、非常に面白かったという意見をいただきました。番組内容を見て非常にワクワクし、感動もできる内容だったため、この番組を皆さんにお届けしたいと思い、枠移動させていただきました。と、昨年2022年9月にゴールデンプライム帯のスペシャルを放送した際に手応えがあったことを告白しました。企画も大きく変わるのでしょうかという質問に対しては、企画に関しては今までやってきたことはベースにしていきたいです。それに加えて新企画も続々とやっていく予定。スノーマンとのロケやスタジオ収録は想定外に盛り上がって、想定外に熱量が上がることがあるので、そういったことが伝わるようにやっていきたいと説明しました。先月2月22日に行われた TBS の定例会見では、若い女性を中心とした視聴者層の獲得を目指してそれスノゴールデン帯に進出させると狙いを明かしていました。金曜夜8時のそれスノ前後に放送される番組は、金曜夜7時が狼少年、9時は中居正広の金曜のスマイルたちへ、そして10時にはドラマ枠と続きます。金曜夜8時に TBS 以外の他局で放送されている番組を見ると、テレ朝はマツコと有吉のかりそめ天国、 NHK はチコちゃんに叱られる、日テレはバナナマンの沸騰ワード10です。そうそうたる有名番組にそれスノが並ぶことになります。スノーマンの知名度がすごいことになりそうですね。今回のニュースは以上です。週 1,2 回のペースでこのようなニュース動画を出しているので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。感じたことなどをコメント欄に書き込んでくださいね。いつもご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。じゃに、じゃに。